市略図大手町駅は、東京都千代田区にある、東京地下鉄、東京都交通局の駅である。東京メトロの駅は、大手町に、都営地下鉄は、丸の内にそれぞれ所在する。大手町は隣接する丸の内とともに、日本屈指のオフィス街、金融街であり、多数のビジネス客が利用する。JR 東京駅に比較的、近く、多数の路線が乗り入れており、 東京の地下鉄の中心的存在の駅の一つである。丸の内線では、産経前の副駅名が案内される。なお、三田線でもラッピング開始から東急目黒線、日吉駅延伸まで、読売新聞社前の副駅名があり、自駅案内放送でも流れていた。以下の五路線が通っており、これは、東京の地下鉄の駅では、最も多い。東京駅とは、 複数の地下通路でつながっているが、最も近い東西線以外は案内されていない。東西線の乗り換え案内では、JR 線と放送される。駅番号は、丸の内線が M18, 東西線が T09, 千代田線が C11, 半蔵門線が Z08, 三田線が I09 となっている。各路線の駅をつなぎ合わせると、アルファベットの P のような配置になっており、左下から時計回りに、三田線、千代田線、半蔵門線、丸の内線、東西線の順に並んでいる。半蔵門線の駅が開業した当時は、日本一の地下鉄駅として、NHK のニュース番組などでも取り上げられた。丸の内線は、相対式ホーム2面2線、その他の路線は、島式ホーム1面2線を有する地下駅である。 駅、つとむ管区所在駅であり、大手町駅、つとむ管区として、大手町地域、日比谷地域、新木場地域を管理する。東京メトロ各線は改札内で連絡しているが、丸の内線、半蔵門線と東西線の乗り換え部分は直接の連絡がなく、乗り換えるときには一旦改札を出場する方が、至近なため、 いずれの乗車県類でも改札外での乗り換えが可能になっている。ただし、遠回りになるが、千代田線ホームを経由すれば、改札内での乗り換えは可能である。東西線と半蔵門線を乗り換える際、東西線ホーム中野寄りや半蔵門線ホーム、渋谷寄りから乗り換える場合は、千代田線ホーム経由の方が距離が若干短い。なお、現在は、 島内の工事により、通路が狭くなっている箇所があるため、いずれの路線も、東京メトロの他の3路線すべてとの間で、改札外乗り換えができるようになっている。東西線と、半蔵門線、三田線と、半蔵門線、丸の内線の相互間は乗り換えに時間がかかる。東西線と、半蔵門線の場合は、九段下駅、三田線と、半蔵門線の場合は、 神保町駅が紙弁である。JR 東京駅構内には、東西線に加えて、丸の内線についても乗り換え案内があるが、これは、大手町駅ではなく、丸の内線東京駅を、接続駅としているものである。各路線固有の説明乗り場発車メロディ全ホームで、発車メロディを使用している。東西線ホームでは、向谷実る作曲のメロディ、 それ以外のホームでは、スイッチ制作のメロディを使用している。バリアフリー設備丸の内線ホーム以外は、改札口とホームとの間を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは全部で6カ所あるが、多機能トイレは、東西線中央改札と、半蔵門線ホーム直上の渋谷側地下3階の2カ所のみの、設置である。 入幼児、オストメイト対応設備は校舎にのみ併設されている。リノベーション工事2016年の開業60周年に向けて2013年から丸の内線、東西線、千代田線の駅のリノベーション工事を行っている。風格を感じさせる凛とした駅をデザインコンセプトとし、コンコースとホームの壁のリニューアルを中心に行っている。丸の内線は 歴史ある建築物からレンガ、東西線は青く映える高層ビルの壁面のイメージからガラス、千代田線は皇居近辺の豊かな樹木から木目をデザインに採用している。なお、先行して拡幅工事を行った東西線西改札付近のコンコースには工事を紹介するコーナーが設けられている。工事期間中、 改装工事を紹介するパンフレットを発行していたが、2014年10月から、ここどこというフリーペーパーを発行している。どうしも改装工事の紹介記事が掲載されている。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。直営駅。一時期は、コンコースの壁に、スタジオジブリ作品や、読売日本交響楽団の画像がデザインされた。 ラッピングが施されていた。同様に、プラットホームの柱や、ホームゲート、駅広告には、読売ジャイアンツや、新聞の衣装のラッピングも施されていた。日比谷川の地上出入り口の一部は、千代田線二重橋前駅の出口と共用している。また、2007年に強行地下通路が完成し、東京駅へ、地下道経由でアクセスすることができる。 乗り換え各線が低都高速度交通営団だった時代は駅到着時の放送で営団地下鉄線はお乗り換えですと放送されていたが東京メトロ発足後は東西線、千代田線、丸の内線、半蔵門線はお乗り換えですと路線名を案内するようになった乗り場近年の1日平均乗降辞任の推移は下表の通りである 各年度の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通り。駅周辺には、大手銀行や商社、マスメディアなどの本部、本社及びその業界団体などが立地し、日本経済の中枢部である。大手町駅前交差点、神田橋大手町五福橋東京三経ビル、経団連会館、JA ビル、 読売新聞注釈出典。ありがとうございます。